1977年の番屋の沢仮上工場と周囲約500メートル範囲、右が羽幌方面。海岸より500メートルほど内陸に入った位置で周囲には家が多く、ホームへの小道の途中に紺色の屋根の一般駅の駅舎と遜色のない大きさを持つ待合室が見える。ホームは一般駅よりは短いが仮上工場としては長い方。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成版矢野沢仮上工場はかつて北海道戸前郡戸前町アザ緑ヒルに設置されていた日本国有鉄道羽幌線の仮上工場である。羽幌線の廃線に伴い1987年3月30日に営業を停止し廃止された。 チカラヒル集落に所在するチカラヒル駅は、同集落から大きく外れた場所に置かれており、乗客の便を測るため集落に近い場所に、東仮乗降場が設置された。そのため仮乗降場でありながら、利用客はチカラヒル駅よりも多かったとされ、ホームも土盛りで乗車券の簡易宅販売があった。東仮乗降場の所在地付近の河川名より、番屋のあった沢の井、 廃止時点で一面一線の短式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の南側に存在した。仮上降上ながら駅舎を有しており、駅舎入り口には番屋の沢上降場と表記されていた。廃止後、しばらくは廃墟となった状態で駅施設が残されていたが撤去され、2017年時点では空き地となっている。ありがとうございます。